この方です。もしもし。もしもし、こんばんは。フリーアナウンサーの岩崎和夫です。よろしくお願いします。岩崎と申します。岩崎さんって、青春ラジメニアの岩崎和夫さんですか？はい、ラジオ関西で青春ラジメニアという番組を担当しております。岩崎和夫と申します。いやもちろん存じ上げておりますし、なんなら聞いてますよ。ありがとうございます。いや、まさかレジェンド DJ の岩崎さんにこの番組にご登場いただけるなんて。いや、もうぜひ、淡汁さんの相棒にさせていただきたいと。やめてください、やめてください。おスタッフ、お前、岩崎さんにこんなこと言わせるんじゃないよ、本当に。はぁ、まあちょっとね、じゃあせっかくご応募いただいたということですので、はい、ちょっとお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まず岩崎さんについての資料が僕の手元にあるんですけれども、はい、愛称がひねくれ岩ちゃんということになってるんですね。そうですね、誰言うともなく、はい、岩ちゃんはひねくれてるんでひねくれ岩ちゃんと言われるようになってもう32年目になりますね。あ、なんかエピソードがあったっていうわけではなく、もう自然にひねくれ岩ちゃんと呼ばれるようになったっていう感じ。まあ、選曲がひねくれてるとか、はい、そういうことがもっぱらの評判なので自分でも納得してますけどね。なるほどですね。いや、僕アワジェルもですね、実は結構ひねくれ者として知られていまして。おお。これひねくれ岩ちゃん、ひねくれアワちゃんで、もしかしたらいい相棒にね、いいですね、なれるのかなと思いましたけれども。そして、青二塾大阪校、関西国際大学、同志社女子大学で講師として、勤務されているということなんですが。そうですね、縁がありまして、青二塾大阪校では、アクセント講師をしていまして、はい。あと同志社女子大学では、この4月から、アニソンについての講義を。はい、面白そう。リモートでやっておりましてですね。はいはい。はい。それは、そのアニソンの歴史とかを、まあ、授業をしているっていうことなんですか？そうですね。今のところアニソンの歴史をずっと伝えていて、はい、まあ、はい、アニソンのこの楽しさとか、うん、そういうところをこう、最終的には皆さんに伝えようかなと思ってるんですけどね。はい、岩崎さんの思うアニソンの魅力ってどんなところなんですか？まあ、これなかなか一言で言うのは難しいですけど、まあ、僕なんか鉄腕アトムの頃からずっと聞いてますんで、だから今のね、はい、先週も大井さん、今週とか大井さん流れてますけど、はい、そういったまあいろんなこう世代の方にこう共感できるアニメソングっていうのはいつの時代にもあるので、はい、そういうところが魅力の一つかなと思いますけどね。やっぱ誰の心にもやっぱ好きなアニメソングとか思い出に残ってるアニメソングってありますもんね。そうですよね。子供の頃に聞いたとか、中学生の頃に聞いたとか、何かこう、はい、必ずアニメとアニソンにこう、繋がった思い出があるのが素敵ですよね。そして先ほどもちょっと伺いましたが、青春ラジメニアは今年で32年目に突入されていると。そうですね。ということで。はい。1989年に。スタートして、はい、はい、1989年スタートで、で前身番組となるアニメ玉手箱の方から考えると1986年にスタートしたんですよね。そうですね、はい。この当時このアニメ番組、アニソン番組を立ち上げたっていうのはどういったきっかけがあったんですか？まあよくナイターオフにね、はい、アナウンサー、当時は僕は曲アナだったので、ナイターオフの時間帯に自分の好きな曲をおかけしてたんですけど、はい、まあJ-POP とかね、そういった曲をおかけしてたんですけど、アニソンが好きだったもので、はい、アニソンをおかけしたらリクエストがですね、毎週倍増するようになりまして、これはアニソンだけをかける番組を作ったらきっとリクエストもたくさん来るだろうと思って自分で企画書を書いて、はい、で企画書を部長に出して通って土曜日の深夜にアニソンのリクエスト番組が、はいはい、土曜日の深夜1時間だけだったんですけど、それをスタートのきっかけですね。じゃあもう本当にご自身で立ち上げられて、そしてご自身で喋られてという形で立ち上げられたんですね。そうですね、まあ当時だから各ディレクターがいるわけですけど、はい、アニソンだけでそんなのリクエスト集まるわけないとか、で当時からフルコーラスでおかけしてたんですよ。はいはいはい。だから普通の音楽番組ってね、イントロにかぶせたりとかこうクロスしたりとかしますけど、はい、そういうの一切しなかったので、はい、そんなの音楽番組じゃないってよくディレクターから怒られたりしましたね。ああ、なるほど。あ、やっぱその当時ってまだ他にアニソン番組とかがない時代ですよね。そうですね、ラジオ大阪さんではその声優さんが担当するような番組はあったんですけど、はい、アニメソングを流すっていう
をこう前面に押し出した番組っていうのはなかったですね。はい。やっぱりその青春ラジメニアとかがあるからこそ、まあ僕らみたいな、いわばアニメ好きの DJ とかパーソナリティがアニソンをかけるような番組も成立していったのかななんていうふうに感じるんですけれども。まあ、僕だけじゃないですけど、ラジメニアだけじゃないですけど、まあ、そういうふうにアニソンが支持されるようになったのは、まあ、一助にではなったのかなっていう気はしています。いや本当にね、ちょっといろいろと勉強させていただきたいことだらけなんですけど、はい、すいません、本当にこんなこと言うの非常に失礼なんですけれども、今回相棒オーディションという形になっておりまして、はい、ぜひ岩崎さんのアピールポイントを教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、まずまあこれだけ長くアニソンの番組やってますので、はい、アニソンの知識はまあそれなりにたくさんあると思いますので、どんな古い曲とかどんなにマイナーな曲が来ても全て対応できるということと、結構ラジメニアを聞いて育った声優さんとかプロデューサーさんとか監督さんがいらっしゃいますので、ゲストを呼ぶときに非常に武器になりますね。いやもうこんな方が相棒になってくださったら心強すぎるし、もういろんなこと全て教えてほしい。もう本当にぜひよろしくお願いいたします。だってもうランティスさんとかもう立ち上げの頃からね、岩崎さんご一緒にいろいろされたり。そうなんですよ、ランティスの井上社長さんとか、はい、影山博信さんとはずっと懇意にさせていただいてて、ラジメニアが今続いてるのも、はい、ランティスのあるおかげといってもいいくらいの中なので、はい、はい、そこもねしっかりとそのアニソン界ともつながりを持っていらっしゃるということで、はい、すいません、そろそろお時間が来てしまったんですけれども、はい、最後に言い残したことなどありましたらぜひお願いできますでしょうか。はい、他局ではございますがラジオ関西で毎週土曜日、明日もございます、夜8時から青春ラジメニアが放送中でございます。すべてリクエスト、新旧アニソン、特撮ソング、ゲームミュージック、そしてその他もろもろたくさんおかけしておりますので、ぜひこちらもお聞きください。はい、いやもう本当に曲のね垣根を越えてぜひ皆さんやりたいですよね、それは ね本当に本当ですね、ね、はい、もう本当恐縮ですけど、もうラジミニアとオフラジでね何かご一緒できたらなとも本当に思いますので、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、今後ともよろしくお願いします。はい、一応結果は追って連絡いたしますので、はい、それはお待ちしておりますので、はい、お待ちいただけますでしょうか。エントリーナンバー558番、岩崎和夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと手震えてるわまだびっくりした。あの大御所ってそういうことだったんかっていうね、感じがありますが、さあ、僕の新たな相棒を探す、オフラジ相棒オーディション、いやちょっとこういう流れで来るとさ、次がもう一体どうなってきちゃうんだろうっていうのが、俺本当に誰も予想してなかったんじゃないですか。するわけないじゃん。いや本当にね、 FM 大阪、ラジオ関西、ここのさ局の垣根すべて取っ払ってしまって、本当に何かねご一緒させていただきたい、もうほぼこっちが乗っかってしまうような形になってしまうと思うんですけれども、ぜひねそのラジメニアさんが作ってきたそのアニメソンを盛り上げていく機運の中にオフラジもね一枚ね少しでも一助になれたらなと思っておりますので、ぜひぜひお願いいたします。